はい、ガールズ&パンツァー、オリジナルサウンドトラック LP、リマスターエディション到着しました。こんな感じです。はい。こんな感じの3枚組となっていますね。ボックスに一応なってます。さあ、開けていきたいなと思いますけど、片手で開くかな。よっ、ちょっと手袋をしているんで上手にね開けられないです。よいよいよいしょっと。はい、開きました。これ貼っときましょうね。よっと。よっと。はい、これでくっつく心配がありません。さてさて。まず、青、赤、緑、そして、ランティス。はい。オリジナル、サウンド、違うな。ないのか。オリジナルサウンドトラック、フィーベル？読めない。まあ、こんな感じです。まあ、中はね、こう、小冊子のように。なっていて、エンディングのエンターエンターミッションの戦車がこう並んでいるような感じです。なんかいっぱい書いてありますね。カチューシャのね、歌詞が書いてあるけど、ガチのロシア語で書いて、その上に、振り仮名が振ってありますね。さすが、さすがですよ。で、暗号温度と、まあ、その他、いろいろなってますね。はい。まあ、とりあえず、こんな開封の、状況でしょうか。はい。よいしょっと。おお。表面は、紫色のピクチャーレーベルの版ですね。ディスク1。サイド A。 はい、まあこんな感じです。ぜひね、まだ買えるうちにご購入してみてはいかがでしょうか。